さてこれよりメインイベント79年世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦引き続き第1戦が行われます。まずテーマソングを皆様方にお聴きいただきたいと存じます。和風マクダニエルブラックヒル組のテーマソングが決まりました。異色のインディアンチームの入場からご覧いただきましょう。 V1 を狙いますアブダザブッチャーザ・シーク組対初参加の和風マクダニエルブラックヒル組の対決を迎えております。何しろ総当たりリーグ戦で最多得点チームが栄光の座を獲得するとありまして、非常に一戦一戦が大事になってまいります。初参加の異色のインディアンチームが入場してまいりました。チェロキー族の血を引く勇猛なインディアン民族であります。特にベテランのノースカロライナのトップスター和風マクダニエルは打倒ブッチャーを目標にしています。若いフランクヒルを従えての入場。さあそして今世紀最強の凶悪コンビの入場でございます。ご存知アブダラザブッチャーザ・スイク組。リング上ではインディアンチームがダンスを見せています。インディアンダンスを見せています。余裕しゃくしゃくのインディアンチームであります。さあ反対の花道アブダラザブッチャーザ・シーク組の入場。昨年はシーク負傷帰国によりまして3位タイにとどまりました。そして一昨年は七がいじみたフォーク攻撃によりまして同じく第3位。今年3年越しで優勝を狙う。そして同時にザ・ファンクスと5度対決いたします。アブダラザブッチャーが先に入場。何かこう不気味な雰囲気に包まれました超満員の後楽園ホール。続いて怪人ザ・シーク入場であります。両チームが入場いたしまして、これから花束贈呈のセレモニーでありますが、果たして両軍の紹介が行われるかどうか。どうやらダメの様相だ。まだ45分の一本勝負、ゴングは鳴っておりませんが、アブドラザ・ブッチャーがフランクヒルを放送席に持ってまいりました。フランクヒルを放送席に持ってまいりました。さあ開幕戦から大変なハプニングが見られそうです。アブダラザ・ブッチャーは若いフランクヒルを捕まえまして放送席に突進。そして背中からザ・シークがこのフランクヒルをがんじがらめ。おっと和風マクダニエルがここで来た。インディアンとブラックパワーの対決、インディアンとブラックパワーの対決。ザ・シークはフランクヒルを捉えてまた放送席、ものすごい大きな体が飛んでまいりました。放送席は完全に破壊されました。放送席は完全に破壊されました。さあそして先に入りましたのはアブダラザ・ブッチャーだ。さあ今45分の一本勝負、公式戦ゴングが鳴りました。和風が突進する。ザ・シークと和風の攻撃、さあ早くも流血か。まだ流血はないが、おっとザ・シークが狂気、ザ・シークが狂気、狂気で左の肩のあたりをつきました。和風マクダニエルまだ流血はしていません。頑張っています、頑張っています。初参加で初優勝を狙っております和風マクダニエル、そしてフランクヒル組のインディアンチームでございます。勝負は今告げられました。45分の一本勝負で行われます。さあ3回目のこの大会出場で初優勝を狙っておりますアブダラザ・ブッチャー。さあアブダラザ・ブッチャーがどうやらフランクヒルを捉えました、フランクヒルを捉えました。山田さん、今大会の14選手の中で一番若い選手がこのフランクヒルなんですけれども、さすがにアブダラザ・ブッチャーザ・シーク組はフランクヒルを狙ってますね。そうですね、やはりね和風の場合ね、はい、非常にベテランですしね、ちょっとポイントをつかみにくいと、はい、その点でやはりヒルを狙ったんでしょうね。そうですね、山さんね、この V1 を狙っておりますザ・シーク・アブドラザ・ブッチャー組ですが、まあいわば3つの関門があるんですけれども、今夜の大会は第一関門ですね。そうですね、はい、そのシークが狂気を明らかに持っている。フランクヒルの右の胸のあたりを突き刺した、左の胸のあたりを突き刺した。昨年の蔵前、いや札幌での大会を思い出す。それから77年のオープンタッグ選手権を思い出す。ものすごい狂気の乱舞であります。そして今度はアブダラザ・ブッチャーにタッチが行われました。狂気は完全に五寸釘です。あれは五寸釘、はい、はそうですか、五寸釘だそうです。山田さん、この五寸釘を口の中に入れました。さあ怒ったのは和風マクダニエル、インディアンの大集長和風マクダニエルが突進してまいりましたが、しかしこの2人のタッグコンビはもう皆様おなじみ、非常にうまいタッグチームの、タッグチームで非常にこのうまいタイミングで若いフランクヒルをめった咲きにしています。フランクヒルをめった咲きにしています。さてゲストの竹内さん、はい、このフランクヒルは初来日なんですけれども、インディアンのレスラーとしてはまだ若いチームですか、選手ですか。
しかしですね、カンサスですとかね、この地区あたりではかなりですね、ホットイベントとして有名ですね。そうすると NWA の狩猟テリトリーを歩いてるんですね。そうです。そうですか、わかりました。またしてもザ・スイークがフランク・ヒローを捉えました。リングの中には親分の大衆長、和風はなかなか入ることができません。狂気をタッチ、狂気をタッチした。今アブダラ・ザ・ブッチャーの手にどうやらその狂気が渡っているが、さあアブダラ・ザ・ブッチャーの手のひらは今のところ何も狂気は持っていません。地獄突きをかませました。フランクヒル倒れ込みました。リングの中央いいポジションを取りました。皆さんにご紹介が行われましたけれども、山田さん、アブダラ・ザ・ブッチャーは今夜は黒のタイツですね。そうですね、今までに見せませんでした。黒い柔道着をつけています。アブダラ・ザ・ブッチャー初めて見せました黒い柔道着スタイル。そしてご存知、ザ・スイークはラクダの縫い取りの黒いトランクスであります。いかにも黒のブラックパワーチームというような感じがいたしますが、ザ・スイークを捉えたフランクヒル正面からスイークをめった時、さあ和風を取ったトマホーク、トマホークチョップ、インディアン流のトマホークチョップを打ち出しました。今度は逆水平、アブダラ・ザ・ブッチャーに立ち向かうインディアンとブラックパワーの対決。竹内さん、はい、インディアンとこのブラックパワーの対決、アメリカ本土ではどうなんですか。ともかくノースカロライナですか、ジョージアではですね、もうまだ敬遠の中ですね。敬遠の中、はい、そうしますと日本のリング上で決着をつけたいところなんでしょうね。そうですね、そうですね。さあ和風マクダニエルが得意のトマホークチョップを打って、今度は顔面かきむしりの攻撃に出ました。大きなスパンであります和風マクダニエル。さあアブダラ・ザ・ブッチャー一旦は劣勢に陥りましたけれども、早くもスタンディングポジションを取りまして、正面から地獄突き決まっています。地獄突き、さあサイドからのヘッドバット、これも決まっている。逆水平で返した。インディアンの血、インディアンの血が流れます。和風マクダニエル非常に荒っぽい性格です。さあブラックパワーをやっつけるか。だん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 お尻が下がってまいります。ザ・スイーク手が出ません。インディアンの和風マクダニエルと、そしてブラックパワーの総帥アブダラ・ザ・ブッチャーの一騎打ちになりました。いや大変な争いですね、山田さんね。そうですね、やはりね、はい、和風もね、チョップが非常に冴えてますよね。冴えてますね。おっとお待ちください、あっ危ない、手の甲を強打いたしました。椅子で手の甲を強打。ザ・スイーク今度は椅子を持ってまいりました。和風が怒った、和風が怒りました。チェロキー族の赤い血が踊ります。和風マクダニエルがその椅子を持ちまして、ザ・スイークの顔面にめった打ち、そしてアブダラ・ザ・ブッチャーの背中に回りました。タイミングを取って思い切って椅子攻撃、これは効いた。大きく肩で深呼吸、アブダラ・ザ・ブッチャーなかなか立てない。相当ダメージがあるようですね。これはね、はい、相当効いてますね。本当ですね。しかしインディアンチームなかなかファイトありますね。まあそれにしましても今大会初めての参加で本当にこの大会に新風を吹き込んでくれましたね。はい、今見せたのが和風マクダニエルのエルボードロップだ。アブダラ・ザ・ブッチャーの地獄突きに返礼であります。この戦いぶりから見ていますと、山田さん、今後この本当に台風の目になりそうですね。和風組は非常にね、予想してたより戦力がありますね。そうですね。今度はザ・スイークが飛びかかります。そしてフランクヒルもここでどうやら落ち着いたようです。パンチを浴びせます。フランクヒル、若いフランクヒルが大衆長のアブダラ・ザ・ブッチャーの指名通り動いていますが、狂気がまた目に見えた、狂気が また目に見えた。前のめりに倒れ込みましたフランクヒル。まだ出血はない、非常に強そうだ。大きく肩に持ち上げた、アブダラ・ザ・ブッチャーが肩に持ち上げてバックドロップ、豪快バックドロップ、日本初豪快、すごいバックドロップです。すごい大技を見せました。初めてですね、日本で初めて見せました豪快な大技。フランクヒルはめった打ちされます。どうしてもこの辺りキャリアが物を言います。さあザ・スイークがキャメルクラッチスタイルになりまして、下への辺りに狂気を完全に見せてついていますが、今レフリーがどうやら目にしたようだが、狂気で刺す。アブダラ・ザ・ブッチャーのフォーク、アブダラ・ザ・ブッチャーまたしてもフォークを持っていました。そのままシークがのし上がって、どうやらカウントが入った模様。おっとカウントが入った模様ですが、脳天をえぐられました。死体ではありません、脳天をフランクヒルえぐられました。大変だ。頭の髪の毛、挑発から血が下から落ちております。ものすごい流血、すごい流血になりました。ものすごい出血になりました。頭の中心部を掴まれました。さあ今度はトマホークチョップで怒った、和風マクダニエルがトマホークチョップでザ・シークに行く、ザ・シークに行く。さあ、フォーク、ものすごいフォークで今度は和風マクダニエルの
背中を突き刺す。おっとケリーだった。さあこたびこの対決も待ち構えています。ケリーファンクがやってきた。ウエスタンスタイル天ガロンハットをかぶっているドリーファンクジュニアがザ・スークの額をめがけまして拳打ち。さあどうやらバフーの方に加勢するようです。さあベルトを取ってベルトで引っ張ったく、ベルトで引っ張ったく。ウエスタンのベルトをジーンズから外しました。ケリーファンクであります。ここでもテキサスブロンコ魂を発揮いたしました。後ろからトーアカマタ、トーアカマタはアブドラザブッチャーの軍団だ。大金太郎の姿は見えるかどうか。トーアカマタがここで登場してまいりまして、片一方のリングサイドでケリーファンクとトーアカマタがやり合います。さあ狂気で今度はワット血だるまの和風マクダニエル、また行く。和風マクダニエルが今度はフォークではありません、フォークですね。フォークを取り直しました。そして放送席にはザ・スープがのしのしてやってくる。ケリーファンクがトーアカマタを放送席に飛ばします。ザ・スーク和風の勢い打ち、狂気を持っておりますので非常に危険です。さあ狂気でぐっさりトーアカマタの額を裂きます、引き裂きます。大変な一戦になりました。反対側のコーナーではおっとテリーが行く、テリーが行く。ドリーファンクジュニアは、ドリーファンクジュニアはアブダラドブッチャーを打っています。ものすごい勢いだ。さあドリーがシークにジャップを見舞いました。さあもう超満員の後楽園ホール大混乱になりました。おっとテリーファンクがすでに今日は馬場との一戦で45分プロに戦っております。さあおっと今度はテリーファンクが椅子をほん投げました。テリーファンクが椅子をほん投げました。さあもうちょっと収集がつかなくなりました。さあテキサスシューズでウエスタンシューズで殴りつけますドリーファンクジュニアです。さあリングの中にお客様が椅子を放り投げました。お客様はあまり興奮しないように勝負の方ですけれどもね、はい。ブッチャーシーク組がピンホールを奪って2点を追加、勝ってます、はい、勝ってますか、はい、ブッチャーシーク組の勝ちですね、勝ちです、はい、どうやら上樋口レフリーは狂気に気がつかないようでピンホール勝ちを制しました。史上最強コンビが2点を挙げています。和風マクダニエルは得点を失いました。ちょっと興奮の状態テリーファンク、そして和風が入っています。和風組に加勢をいたしましたテリーファンク。ドリーファンクジュニアもものすごい興奮状態。ここで冷静なジャイアントババが今リングサイドにやってまいりまして両チームを分けようとしております。